のスペシャルゲストをお呼びしております。ご紹介したいと思います。サックスプレイヤーの竹野正邦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。みんな、皆さん一番やってはいけないことと僕なりの考えなんですけど、合わないリードで練習をするっていうのが、はい、多分一番進歩の妨げだと思うんですね。一度口にしたものを保管するのってすごい大変。そうですね、それは大変です。リード本当に皆さん管理は十人十色とか、それぞれいろいろ、あと自分のこのベストっていうのは方法あったりすると思うんですけど、まず最初に、一般論として一般論、メーカーだったり教則本だったりで推奨されているようなリードの管理の方法をまず紹介というか説明をします。皆さんよく聞いておいてください。で、その後に、僕はもう、これ30年ぐらいこの方法でリード管理してると思うんですけど、それをやるようになったいきさつだったりとか、具体的な方法を説明します。ありがとうございます。個人的にどうやってるんですかって聞かれて教えたりしたことはあるんですよ。若いプレイヤーの人に他で真似をしてもらってたり、みんなそれぞれ自分のやり方見つけてやってると思うんですけど、説明が足りないとちょっと誤解を招いたりする部分もあるので、その辺ははっきり、注意事項も含めて。わかりました。大丈夫ですね。それではリードのレクチャーお願いしましたけど、今度はですね、皆さんが自宅でできるっていうか、調整から上がってきた楽器をいかに、長持ちさせるかっていうことを、また竹野くんにレクチャーしていただきたいと思いますが、その前に